韓国の8人組ボーイズグループ、ストレイキッズが28日、埼玉、所沢のベルーナドームで日本初のファンイベント、ストレイキッズファンコネクティング2024、SKZ トーイワールドの最終公演を行った。アルバムが4作連続マイビルボードでチャート1位を記録するなど、世界の注目を浴びる人気グループ。今回のイベントは、ファンクラブ限定の募集ながら60万件の応募が殺到し、4月初旬に行われた大阪、京セラドーム公演と合わせ4公演で計16万人を動員した。イベントは、普段のライブとは異なり、問いをテーマにしたおもちゃ箱のような構成。カプセル問いやゲームセンターをイメージした舞台セットで、いやゲームコーナーなど、8人の素顔が感じられる演出もふんだんに盛り込まれた。リーダーのバンちゃんは、ステー、ファンネーム、ともっとコネクティングできるよう、激しい歓声や素敵な笑顔で楽しんでください。と挨拶。ヒョンジンは、去年はドームツアーという一つの目標が叶って幸せだったのに、今年はステーともっと近くでコネクティングできるイベントができて感無量です、と語った。カラオケゲームでは、日替わりでメンバーが J-POP をカバー。この日はスンミンが、バックナンバーの、水平線、ハンが中島美嘉の、GLAMOROUS スカイ、リノがユリの、レオ、チャンビンがアキラヒトの、香水、をそれぞれ披露した。ライブパートでは、今月12日にデジタルリリースされた、Y。や、LA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 、などの最新曲のほか、なかなかライブではお目にかかれない初期のお宝楽曲、ブースター、なども含めた計15曲を披露。汗だくになりながら迫力のダンスとボーカル、ラップで魅力たっぷりに届けた。中盤の、ブラインドスポット、では、満員のステーが、スキズの笑顔がステーの幸せ、というスローガンを掲げ、一緒に合唱。メンバーと一丸となり声を響かせた。本来は、FAME、MIROH、と大盛り上がりの楽曲で締めくくる予定だったが、最終日ということもあり、ダブルアンコールで、ハベンを披露する大サービス。この日は、関東では初の真夏日を記録する暑い1日となったが、8人とステイにとっても暑い瞬間が確かに刻まれた。各メンバー挨拶、容姿、バンちゃん、遠いの世界観の中で、皆さんと楽しい時間を共有できてほんまに嬉しいです。去年は特別な1年でしたが、今年は皆さんがあっと驚くようなものをたくさん準備しているので、待っていてください。僕を信じてね。僕の声だけで表現してもいいですか？マイクをオフして、ステイ。ありがとう。また来たい。リノ、4公演、お疲れ様でした。もう少し、皆さんと一緒にいたいから、明日ご飯一緒に食べませんか？カレーは好きですか？チャーハンは、プリンは、僕は、スキズは、これからもスキズをたくさん愛してください。チャンビン、今回、来日して一回もジムに行けなくて寂しかったです。でも公演でステイからたくさんのパワーをもらいました。僕はいつも、メンバーの前でもステイの前でもふざけたりするけど、音楽に対しては一切妥協しません。音楽にはいつも本気な男です。いい音楽をお届けできるように頑張ります。愛してます。ヒョンジン、楽しい幸せな瞬間でしたが、一瞬で時間が過ぎた気がします。でも、この公演が終わっても、12時が過ぎても、日常に戻ることはないです。僕の心の中では皆さんは永遠にシンデレラです。僕のエスコートはどうでしたか？次に会う時はもっとかっこいい王子様になって戻ってきます。ハン、今日もステイに自分のいろんな一面を見せた気がして恥ずかしいです。前日の公演で好物だと告白したチョコパンを皆さんがたくさん調べてくれたのを見ました。愛に驚きました。その中に僕の好きなチョコパンはあります。誰かを好きになって、その人が好きなものに興味を持つのはいいことですよね。ステイが好きなものを僕にも教えてください。歓声を聞き、恥ずかしがりながら、また会いましょう。フィリックス、公演が終わって、本当に、フィエン、ですね。ステイを泣かせた僕は罪深い男ですね。許してくれますか？ステイは本当に天使です。顔だけじゃなくて心も綺麗なステイが本当に大好きです。頭から足の先まで全部愛おしい。
君が僕のステーだってことが誇らしいです。大好きだよ、スンミン。ベルーナでは外の空気を吸いながら散歩できてすごく良かったです。ドームに立つと始球式がしたくなります。皆さんに心のキャッチボールをしましたが、気づきましたか？皆さんのボールは、スンミンのハートにドストライクしました。今年は僕の声をたくさんお聞かせすることができると思うので楽しみです。アイエン、いきなりですが、皆さんの中で僕はどんなイメージですか？末っ子、アギパン、韓国語で赤ちゃんパンの意味。可愛いイメージですか？僕もいい男ですから、ステーのことをちゃんと守れる男です。これからはリードするからついてきてください。でも、たまにアギパンになって甘えてもいいですか？一生ステーだけ見ながら生きていきたいです。一生幸せにしますね。